1941年ゴロヨハン・ニーマンは、ナチスドイツのソビボル強制収容所の副所長。親英隊の隊員であり、最終階級は、親英隊将尉。1943年のニーマン。画像は、左右対称になっている。ノルウェーのボーレン出身。1931年に、ナチス党に入党、親英隊隊員となった。1934年に、 エステルウェンゲン強制収容所、1938年から1941年にかけてザクセンハウゼン強制収容所、1942年にはベルゼック強制収容所で監視を務めた。新英隊上級総長の時にソビボル強制収容所へ転属となり、同収容所の副所長に就任する。1943年2月12日に新衛隊全国指導者、 ハインリヒヒムラーがソビブルを視察しており、この際に、新鋭隊将員に昇進。ニーマンは二級先行十字章の叙勲を受けていた。ソビボルの囚人のレオンフェルトヘンドラー、アレクサンドル・ペチェルスキーらは密かに脱走を企て、SS 監視たちを一人ずつ殺害することを計画した。結行日は、所長、フランツ・ライヒライトナー新鋭隊隊員やその片腕、 グスタフ・ワグナー新鋭体操長がいない1943年10月14日となった。同日、副所長であるニーマン少尉は最初のターゲットとなり、収容所内の要塞バラックに軍服を取りに来たところを囚人たちに斧で殺害された。映画、脱走戦線そび棒からの脱出では、ヘンリー・ストローがニーマン少尉を演じた。 ザ・キャンプメンザス・ザ・アフィサース・フー・ランザナチ・コンセントレーション・キャンプ・システム168ページありがとうございます。